シャス7日です。今回はコールオブデューティーヴァンガード仮想調査やっていきたいと思います。ことの発端は生放送リスナーさんからね、ヴァンガードって仮想ってますかっていう話をね、いただいたんですよ。僕の中ではね、ヴァンガード3ヶ月しかまだ経ってないのに仮想るわけがないじゃん、最新作やぞと思ってね、もう自虐ネタというか、なんていうか、コールオブデューティーいじりかよって思って、まあちょっと思ってたんだけど、いやでも待てよ、どうなんだろうと思ってね、今回調べました。はい、合計7試合1時間分のデータをね取って、でプラスアルファ2試合ルール別ですね。で僕が今回調べた1時間で調べたルールはブリッツのドミネーションっていうね、僕が一番よくやるルールでどんなものか調べてみました。他はフリフォとチームデスマッチをそれぞれ2試合分ちょっとデータとして見ましたね。夕方、休日、日曜日の夕方どんなもんなのかっていう話ですよ。まあみんなやってる人はやってるよね、冬だし。だからそこで見るデータどうなのかっていう話なんだけど、まあ1試合目ちょっとね流れちゃったけど、115ピン、これ115ピンとかなんか数値のこと言われてもよくわかんないって人は Apex でいうオレゴンサーバーが1試合目、2試合目はシンガポールサーバーだと思ってください。このピンの値が低ければ低いほど近い、自分からの自分からサーバーまでの距離が近いという風な判定なので、これが理想を言えば、17ピン前後が一番いい、APEX でいう東京サーバーでやれてるよっていう話なんですよね。で今回7試合やって、東京サーバークラスは1試合も、まあ合計9試合10試合11試合かなやって、東京サーバーというね、日本かなと思えるサーバーは一つもありませんでした。もう最高でもやっぱ台湾サーバーぐらい、50ピンが最高でしたね。フリフォで1試合それがありました。まあそれ以外は全部ね、もう先に言っちゃうけど80ピンなんですよ、もうほぼほぼ。だからシンガポールサーバーでやってるってことでね、今回思ったのが、まだそれだったらいいんだけど、それでなんか日本人の人口が少ないからそうなってんのかなと思ったら、そうでもなくて、なんか部屋のメンバー全員がもう80ピンぐらい、まあ50から80ばっかり、あとは100もいたけど、20が誰もいないっていう、なんか本当にだから、コールオブデューティーが東京サーバーというものを消したのかなって思えるような試合もありました。なのでね、これはちょっと皆さんどういう風に、まあちゃんと十何ピンありましたよとか二十何ピンありましたよっていう話がちょっとねコメントから出てきたら嬉しいなと思うんですけど、僕が1時間以上やった結果、そのね誰か、まあそういうね全員が20ピンがいない試合もあったし、自分は20ピンの、まあ20ピン以下の試合にはなって入ることはできませんでしたというのが結論なんですけど、マッチングは問題ない、正直十何秒とかですね、結構早めでチームデスマッチとかマッチングしたので、まあ、特にマッチングスピードっていうのはいつものねコールオブデューティーと変わらないですよ。まあ早くもなければ遅くもないってぐらいかなって思いますけどね。だからこれをねちょっとねどう見るかなんですけど、かそってるかどうかよりも本当マジでサーバーがない説あるんだよな。本当これはねびっくりしましたけどね。だから人はやってる人はいるんだけど、やっぱりこのコールオブデューティールールが多すぎるせいか分散されてるからなのか、わかんないけどね。まあただ一つ言えることはキル稼ぎぐらいはできますよ、全然。まあこれは全然できますよ。まあ前回の動画でも僕はねコールオブデューティーの愚痴をいろいろ言ったんですけど、まあぼやきを言ったんですけど、今回もちょっとそれにねやっぱり重ねて言いたいのが、やっぱりコールオブデューティー3ヶ月でこれでちょっと今失速気味なのはなぜかっていう話なんですけど、これはやっぱり競技ゲーム、今の時代の流れ的に競技の流れに来てるのにもかかわらずランクがないっていうのはめちゃくちゃね不利だと僕は思ってますよ。まあ簡単に言うとプロ野球の日本シリーズがなくなるみたいな、そんな感じでしょうかね。簡単に言うとね、ただ球団同士が毎日試合やってるだけみたいなことをやってたら、日本シリーズがあるから何位で自分の球団が低いとか強いとか、そういうなんかね応援するしないとかのそういうなんか熱量も変わってくるのに対して、ただただ毎回同じ試合をしてるから、まあこのなんて言ったらいいんだろうな、唐揚げを毎日食べてるみたいなもんですよ。まあ毎日食べれる偏食家もいるかもしれないけど、普通の人はね毎日唐揚げ食べてたら飽きますよ、
3ヶ月白米なし唐揚げだけの生活ができるかって言ったらなかなかできないよ。でそれができる人たちが今残ってるっていう感じかな。それぐらいだから変化が発売リリース当初からない。だからリリース当初は僕は面白いっていう派でしたよ。面白い、あこれいいな、今作いいじゃんって思ったんだけど、それからねやっぱり秋が来る。どうしてもそういう最近のサイクルですよね。まあ、ウマ娘でさえもハーフアニバーサリーつってそれまでに結構ね課金してる人もやめてったぐらいですから、だから今のねプレイヤーサークルってまあ相当早いんですよ。で BF もそういう過疎問題に多分まあちょっとね直面してるとは思うんだけど、そうやっぱりねランクが実装されないとみんなが目標がないんですよね。明確な目標が必要だということですよ。特にこのフルプライスゲームっていうのは、まあ、簡単に言ったら無料ゲーだったらやめてってもそれだけねなんとか、まあ、アナウンスとか、まあ、いろいろ CM とか打てば入りやすいんですよ。口は大きいんで。ただフルプライスのゲームってただでさえ8000円なんぼするゲームなのに変化もなかったらそらちょっと難しいでしょっていうね。あとそれで僕が一つ思うのがやっぱツイッターとかで自分の成績だったりランクだったりを自慢するっていうそういうねことも今のこのご時世からねやっぱランクが主流なので必要だと思います。それもある意味なんだろう広告になってんだよね。例えばダイヤ帯だみたいな、それでダイヤ帯って何パーセントみたいな、プレイヤー全体の何パーセントは俺入ってるぜみたいな、そういう自慢がねコールオブデューティー今できるかいっていう話ですよ。もう200キルしたから何みたいな感じになっちゃってますから、そういうねなんかこう1試合でまあなんぼっていうのは全体的に見たらやっぱり一握りの人しかできないし、一握りの人も1回やっちゃうとそんな何回も俺また200キルやっちゃった、あ今日もやっちゃったみたいな、あまた今日もやっちゃったみたいな、 V2 ロケットまた出しちゃったよみたいなことずっとツイートするやつって何なのってなるから、ランクの方がいいかな。やっぱ今シーズンダイヤ行きましたとかね、マスター行きました、プレデター行きましたみたいな、そういう方がやっぱみんなおーいいな、自分もちょっとまだまだだけど頑張ろうみたいな、そういうことがなあるからやっぱいい流れになってんだよねエペがね。そこは本当パクってほしい、本当に切実に思う。本当にだからプレイヤーのね流動も滞ってるし、ゲームもそんなに何でしょうね変わってないってところが結構厳しい状況ですよね。だからコールオブデューティーは本当にランク実装が一番手っ取り早くて、今だっても起死回生というか、もうプレイヤーのやる何かをもう、まあ、何をやるかみたいな、そういうアタッチメント武器とかの探求心もすごいつくし、めちゃくちゃ良くなるんだから、そこ頑張ってほしいよな。本当にフルプライスのおまけ買ってるって思わせたら多分次みんな買わなくなるぞ本当に。それがもう長いこと続いてるから、本当にランク実装はした方が個人的にいいと思います。ちょっと早すぎたんだよね BO2 までのリーグとかああいうのはね、今でこそ早く出してほしいのに、まだ出さないかコールオブデューティーっていう感じがしました。はい、というわけで今回はこんな感じで、まあ、結論を言うとかそってるかどうかっていうのはマッチングはする、ただ回線があまりよろしくない、サーバー東京にないのではっていうのが僕の見解でございました。皆さんコールオブデューティーについて思うこと何かありましたらコメント欄にてどうぞよろしくお願いします。この動画いいねと思ったら高評価チャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。それでは次回もかかってこーい。